こんにちは。新州読書会の宮沢です。戦争と平和の続きの解説をしていきます。第2部、第5編の21章です。えー、アナトールをモスクワから追い出すというアフロシマに頼まれたことを果たしまして、ま、なぜ追い出したかっていうと、アンドレやロストフアクシャクと、えー、決闘になっちゃうってことですね。えー、さらには、まあ、駆け落ち未遂のことを言いふらされたら困るんで、 まあ、ピエールが話をつけて、アナトールを、えー、モスクワから追い出します。まあ、その報告でアフローオシマーのところに行くと、まあ、なんとナターシャが服毒、ヒ素で服毒自殺を図って、えー、幸い、下毒が行われて助かったんですけど、寝たきりになってたということになります。で、えー ピエールはですねもう街中で、まあじゃあ、街中ってことないのか、社交界では、もうすでにロストフ家、令状誘拐未遂の噂が立ってまして、まあ、一生懸命火消しに回ると、その話を否定して、ただアンドレと、えー、婚約破棄になったということをは、まあ、認めて、まあ、まあ駆け落ち未遂、誘拐未遂はなかったんだと、えー、いうふうに、えー、みんなに確信させるように振る舞います。 で、まあ、これでアンドレイがそろそろ帰ってくるって話になるんですけども、えー、ピエールはボルコースキー老公爵のところに出かけますと、もうボルコースキー老公爵はマドモアゼル・ブリエンヌを通じて街に広まってる噂をすべて知っていて、えー、ナターシャが婚約を異ったマリアへの手紙ももう読んでいたと。で、もう陽気になっちゃったと。もう、最初からロストフケのこと嫌いですから、自分が一年婚約期間を作れていって、 試した通りに、自分が生きてる間に再婚してほしくなかったんですアンドレに。えー、それが叶ってですね、えー、まあ、今、息子の帰国をプレストに待ってたと、いうことです。えー、で、アンドレがそろそろ帰るって手紙をピエールに送ってまして、で、帰ってきたら、まあ、ピエールに来てほしいと、えー、伝える手紙を出してきました。 で、アンドレは、モスカに帰ってくるんですね。で、着いた途端、マリアに宛てたナターシャの婚約を断る手紙を父親から受け取って、えー、あと、父から尾ひれをつけてナターシャの誘拐の話を聞かされます。えー、で、ピエールも、その後ですね、アンドレに会いに来てくれるんですけども、ピエールは心配してたんですね、もう。精神的にアンドレが参ってんじゃないかと思ったら。 あの、もう抑うつ状態になってんじゃないかと思って心配して会いに行きます。そうしたらピエールはですね、えー、472ページ。元気よく話しているアンドレイの大きな声を聞いて驚いた。老公爵と別の誰かの声が時折アンドレイの話に割り込んだ。えー、マリアがピエールを迎えに出た。彼女アンドレイがいる方のドアを、ま、目顔で示し、 彼の悲しみに同情を示そうとするようにため息をついた。しかし、マリアの顔の表情からピエールは、彼女がこの事件も、また、兄が婚約者の裏切りを知った時の態度も喜んでいるのを見て取った。兄はこうなるのを予期していたと申しました。彼女は言った。私にはわかっております。自分の気持ちを表に出すのは、兄の誇りが許さないんです。でも、それにしても、兄は私が予測していたより、立派に、はるかに立派にこれに耐えましたわ。きっとこうなるのは当然だったんでしょう。 しかし、本当に何もかも心配、おしまいなんですか、ピエールが言った。マリア驚いて彼を見た。彼女はどうしてそんな質問ができるのかさえわからなかった。まあ、マリアは、結婚に反対してるんですね、心の奥底でね。まあ、あ、兄貴に、まあ、ナターシャに嫉妬してるわけですね。で、ピエール2が書斎に入ると、政治単義ですよ。これ重要な政治単義を行われてたんですね。なんと、スペランスキーが、 突然流刑になってしまったんですね。あれだけ国家改造計画案を立案して、えー、アダレクサンドル一世の右腕になってたスペランスキーで、アンドレも使えていたスペランスキーが、突然シベリアに流刑になりまして、そのことで持ちきりだったんですよ、モスクワでは。で、父親のボルコンスキー老公爵とエシチェルスキー公爵っていうのが、その、 アンンドレイと一緒にににススペランスキーの解任ルケについてて熱心に議論してたとで、なぜこれスペランスキーが解任されたかって話なんですけど、私、最近アンリー・トロワイヤっていう人が書いた中高文庫から出てるアレクサンドル・一世って本を買いました文庫本ですけども、あこれすごい詳しく書いてあって、えー、戦争と平和と一緒に読んだらいい本だと思いますけども、まあ、スペランスキーがね、重要な外交機密情報を 皇帝に言わずに勝手に外務省から取り寄せて読んでたっていうことが発覚して、それが結局フランス側になんか外交機密情報を流してんじゃないかっていう嫌疑を挙げられて、で、解任されてる系になってるんですけども、まあ、やっぱり国家改造計画がモスクワの保守層に受けが悪かったんですね。でこのままだとそのフランスとね、仲良くしててもロシアがおかしくなっていっちゃうってことでで、 さらに立憲屈指制に移行なんかされたら、まあ国家の政治体制が変わっちゃうってことで、まあ、保守層の巻き返しですね。まあボルコンスキー老後者も保守層ですから、で、結局スペランスキーは解任されて流刑になってしまうってことが起こったそうです。えー、で、アンドレイは473ページ、今では1ヶ月前まで賛美していた連中がみんな彼、各国スペランスキーを裁判にかけて罪,罪を責めてるんです。アンドレイは言った。 彼の目的を理解できなかった連中まで、皇帝陛下の蝶を失った人間を裁くのはごく簡単です。そして、その人間に他の者の,の失敗を全部なすりつけるなしかし僕は言いたいですね。もし今の知性に何かいいことがなされたとすれば、良いことはみんな彼が、彼一人がしたんです。彼はピエールを見て口をつぐんだ。その顔はピクリと震え、すぐ憎しみのこもった表情になった。ですから、後世が彼に正当な評価を下しますよ。彼は言い終わってすぐにピエールに言葉をかけた。 いや、どうだ、ますます太るね。彼は元気に言ったが、新しくできたシワがひ,ひと際深く額に刻まれた。ああ、僕は元気だ。彼はピエールの質問に答えて苦笑いした。その苦笑いが元気だけどね、その元気さが誰の役にも立たないのさ。と言っているのをピエールははっきり誘った。えー、で、えー、ポーランド国境からのひどい道のことや、スイスでピエールの知っている人たちに会ったこと、 息子の教育係として外国から連れてきたデサール氏のことなどについてピエールと話しながらアンドレイは2人の老人の間で続いていたスペランスキーの話にまた向きになって割り込んでいったもし裏切り行為があって彼がナポレオンと秘密の関係を持っていたという証拠があったら一般に公表されていたはずです向きになってせかせがと彼は言った僕は個人的にスペランスキーを好みませんし好きでもありませんでしたが正義は好きなんですからあまりに心 苦しい内心の思いを書き消すためだけに興奮し、自分に縁もゆかりもないことを議論したいというピエルが知りすぎほど知っている欲求を、彼は今自分の親友の中に見て取った。ということです。もうスペランスキーの話を無期になってしてるんですよ。もうナターシャのことで傷ついてるからですね。で、その親友の気持ちが痛いほど自分もそういうことやって、まあ、エレンのことで傷ついてるのに、政治談義に無きになって、 忘れようとしたことがよくあったんで、痛いほどよく分かっちゃったんですね、これね。ということです。えー、で、2人っきりになりました、アンドレイとピエールが。えー、475ページ。<laughs> もし迷惑なら申し訳ないが、ピエールはアンドレイがナターシャのことを話そうとしているのだと誘った。 そして、幅の広い彼のが、彼の顔が気の毒そうな同情の色を浮かべた。このピエールの顔の表情がアンドレを怒らせた。彼は、きっとしてよく通る感じの悪い言葉で続けた。僕はロストフ悪ージ状から断られた。そして、君の義兄があの人に結婚を申し込んだとか、それに似たようなことしたとかいう噂が僕の耳に入った。本当なのかね、これは。本当でもあり、本当でもないんです。ピエールが言い始めた。しかし、アンドレが遮った。 えー、これはあの人の手紙だ、彼は言った。それと肖像だ。彼はテーブルの上から束を取って、ピエールに渡した。白尺令状に返してくれ。もし、君があの人に会ったら。あの人は病気でかなり悪いんです、ピエールが言った。じゃあ、まだここにいるのか、アンドレは言った。アナトールの方は、彼は素早く聞いた。あの男はずっと前に出て行ってしまいました。彼女は死にかけてましたね。病気というのは実に気の毒だね、アンドレは言った。彼は父親と同じような冷たくて意地の悪い嫌な感じの薄笑いを浮かべた。 しかし、アナトールは、要するに、ロストク白爵令状と結婚してあげなかったんだね。アンドレは言った。彼は、何度か腹立たしそうに腹を、鼻を鳴らした。あの男は結婚できなかったんです。女房持ちなんですから。ピエールは言った。アンドレはまた、父親そっくりに、感じの悪い、笑い方をした。で、今どこにいるんだ僕の、君の義兄は教えてもらえないかね。彼は言った。あの男はペテル、いや、僕は知りません。ピエールは言った。まあ、これ、伝えてしまうとね、アンドレイ、この後ね、 アナトールに決闘を申し込むために探しに行くんですね。と <laughs> ういうことが起こると、だって自分が恥かかされてるんですから。あの男始末するってことで、決闘申し込みに、そこら中は探しまぐるんですけども。まあ、とりあえず、ピエールは言うわけにいかないわけですけど。決闘させないようにね、黙ってろってアフロシマに言われてたんですから。 えー、まあ、そんなことはどうでもいい。アンドレは言った。ロストク伯爵令状に伝えてくれ。あの人は完全に自由だったし、今もそうだって。それから、僕はあの人の幸せを願ってるって。ピエールは手紙の束を手に取った。えー、アンドレはまだ何か言わなければならないことがないかどうか思い出すように、あるいはピエールが何か言わないか待ち受けているように座った目で彼を見ていた。あの、ペテルブルクでやった僕たちの議論覚えてるでしょう。ピエールは言った。覚えてるでしょう。覚えてるよ。せかせか。 とアンドレは答えた堕落した女を許さなければいけないと僕は言ったよ。しかしね、僕は許せると言ったわけじゃない。僕は許せないね。一体そんな比較ができますかねピエルは言った。アンドレイが遮った。彼はぴしりと叫ぶように言った。そう、もう一度結婚を申し込め。心を広く持てとか何とか言うんだろう。そりゃ、そう、それは、ディズニー立派なことだ。しかし、僕はあの男の歩いた後を歩くことはできない。君が僕の友達いる気なら二度と。 僕にここのの話話をするるなこの話は一切じゃあ失で伝えてくれるねピエールは部屋を出て、老後爵とマリアのところへ行った。老人はいつもより元気だった。マリアはいつもと同じだったが、兄に対する同情の影に、ピエールは兄の結婚が壊れて彼女が喜んでいるのを見て取った。2人を見ながらピエールは、この2人が揃っているオストフ家に対してどれほどの軽蔑と憎しみを持っていたかを悟った。 そして二人の前でアンドレイを捨てて、誰であろうと別のとこに走った女の名前を口にすることさえできないことを誘った。ということです。<laughs> で、食事の時、まあ、ボルコンスキー老後尺が元気なんですよ。もう元気になっちゃって、活気があると。で、ピエールはその活気を振り立たせてる原因がね、まあ、よくわかったと。まあ、息子の結婚が破談になって嬉しくてしょうがないってことですね。まあ、自分の思った通りになったと。 一年待てなかったってことですね。ということです。で、まあ一応アンドレからはもう二度とね、ナターシャのことを言うなって。もう言ったら絶好だって言われてしまいます。えー、で、第22章です。えアンドレから手紙、ナターシャの手紙、ナターシャの手紙とですね、肖像を受け取って返しに行くことになったんですね。それを頼まれてロストフ県のところにピエールは行きます。えー、で、ナターシャは部屋にこう持ってったと。 で、ナターシャがピエールに会いたいって言って出てくるんですね、客番にね。んで、えー、ピエールにお願いすんですよ。えー、480ページ、ナターシャが、まあ、服毒自殺をして体調が悪いところに出てきてですね、あの人、アンドレは今ここにいらっしゃるんでしょう。お伝えくださいまし。許して、私を許してくださるように。彼女は言葉を止めて一層激しく息をし始めたが、泣いてはいなかった。 えー、ええ、伝えます。ピエールは言った。しかし、僕は何と言えばよいか分からなかった。彼は何と言えばよいか分からなかった。ナターシャはピエールの頭に浮かびそうな考えを察して驚いた様子だった。いいえ、私分かってます。何もかも終わったんです。彼女は急いで言った。いいえ、そんなことは絶対やろうはずはありません。私はただ辛いんです。あの人に悪いことをしてしまったのが、ただあの人にお伝えください。私が許して許して、何も、私が許して許して、何もかも許してほしいと。彼女は全身を震わせて椅子に座った。 未だかつて味わったこともないあら哀れみの気持ちがピエールの心に溢れるほどに満たした。彼に伝えます。何もかも。もう一度彼に伝えます。ピエールは言った。しかし、僕は一つだけ知りたいです。何を知らなくちゃならないんです。のナターシャの視線が尋ねていた。僕は知りたいんです。あなたが愛していたのかどうか。ピエールはアナトールをどう呼べばよいのかわからなかった。そして彼のことを思うと顔が赤くなった。あなたがあの悪い男を愛していたのかどうか。 あの悪い人だ、などと言わないでください。ナターシャ言った。でも、私、何も、何もわからないんです。彼女はまた泣き出した。すると、一層強く、哀れみと愛おしさと愛の感情がピエールを捉えた。彼はメガネの下に涙を流れるのを感じて、それに気づかれなければいいが、と思った。まあ、ナターシャのこと好きですからね、ピエールも実は。心の奥底で好きでね。まあ、合わせ鏡の中にピエルの中、ピエールのオーラが映ってたって話が、いざありましたけども。 えー、で、ずっと,っと告白するんですね。もう話すのはやめましょう、ナターシャさん。ピエルは言った。ナターシャは急に、このピエルの穏やかな、優しい心のこもった声がひどく不思議なものに思えた。話すのはやめましょう、ナターシャさん。僕はすっかり彼に話しておきます。ともかく、ただ一つだけお願いしておきます。僕はあなた,僕はあなたの親友だと思ってください。 そしてもし支えや忠告が必要でしたら、ともかく誰かに自分の心を打ち上げることが、今じゃなくてあなたの気持ちがスッキリしてきた時に必要になりましたら、僕のことを思い出してください。彼はナターシャの手を取ってキスをした。僕は幸せです。もしできればピエルはドギマギした。私にそんなことをおっしゃらないでください。私にはそんな値打ちありません。ナターシャは叫んで部屋から出て行こうとしたが、ピエルはその手を取って引き止めた。 彼は何かまだナターシャに言わなければならないことをあるのを悟っていた。しかしそれを言った時彼は自分で自分の言葉に驚いた。おやめなさい、おやめなさい。あなたの人生はすべてこれからです。彼はナターシャに言った。私が言え、私は何もかもおしまいです。彼女は恥ずかしく思え、自分を蔑みながら言った。何もかもおしまい。彼はおおむえしに言った。もし僕が僕でなくて、この世で一番美なんで頭がよくて優れた人間でしたら、そして自由な身でしたら、僕がたった今ひざまずいてあなたの、 手と愛情を求めナターシャは久しぶりに感謝と感動の涙をこぼしピエールをちらりと見て部屋に部屋を出たピエールは喉元にこみ上げる感動と幸せの涙を抑えながら彼女の後をほとんど走るようにして玄関の場に出ると袖にうまく手が通らぬまま怪我の子と来てそれに乗った今度はど,どちらへ参りましょうか業者が聞いたどこへピエールは自問した今一体どこに行けるまさかクラブやお客なんか 自分が味わっている感動と愛の気持ちに比べると、彼女が最後に涙の影から自分を見たあの柔らいた感謝の眼差しに比べると、すべての人間が実に惨めでかわいそうに思えた。いえ、ピエール、レイカ、ピエールはレイカ、重度の寒さというのに嬉しく息づいている広い胸の上の熊の毛皮のコードを裸だけながら言った。まあ、ナターシャにね、なんかあったら私が、まあ、私は既婚者ですけど、本当は独身でね、 美なんで頭も良かったらもうこの場で告白してましたがそれはできないんでえーなんかあったらね親友だと思ってくださいって言ってねまあほとんど愛の告白に近いこと言ったらナターシャが喜んでくれたんですねでまあ自分も嬉しくなっちゃったじゃあこれ最後の印象的なシーンですね484ページの3行目いてつく寒さで澄み通るように晴れていた汚い薄暗い、ま 街の上に黒々とした屋根の上に暗い星空が広がっていた。自分の魂が達している高みに比べると、この地上のものは侮辱を感じるほど低いことをピエールは空を眺めている時だけは感じなかった。アルバート広場に入るところで暗い星空の巨大な空間がピエールの眼前にひら開けた。その空のほぼ真ん中にあたり、 ペレスチンスキー並木通りの上の方に散りばめられた星の四方から取り巻かれて、地上への広さと白い光と長い上に突き立つ音で、どの星よりもひときわ目立つ巨大な光まばゆい1812年の彗星が、アランカギネの恐ろしいこととこの,のこの世の終わりを予言していると言われた彗星がかかっていた。この年、ハレー彗星が見えたんですね。1980年代にもハレー彗星が、 来たんですけどなんか400、や130年に一度ぐらい飛んでいくんですね。周期で、彗星が。で、そのハレー彗星がピエールが見たんですね。モスクワの空に。しかしピエールはその長いきらめくを持った明るい星が少しも怖恐ろしい感じを余裕を覚まさなかった。逆にピエールは嬉しい気持ちで涙に濡れた目で、その明るい星を見つめていた。 それはまるで言いようもない速さで計り知れない大きないくつもの空間を放物線を描いて飛びすぎ、不意に地面に突き刺さ,さった矢のように自分が選んだあの黒い空の一点に食い込み、瞬いている他の無数の星の間で光り、白いをきらめかせながら力強くそのを上に上げて立っているようだった。ピエールはこの星が新しい命に向かって花開き、和らぎ、奮い立った自分の心の中にあるものに全く一致しているように思えた。ということです。 まあ、ナターシャとの新しい恋の予感での、のするときにハレー彗星が夜空にね、えー、きらめくを描きながら飛んでったと。いうことで感動しちゃったってことですね、えー。飛んでいきます。これはハレー彗星が飛んだこととスペランスキーが解任されたことと、これからこのもう次の巻では、 ナポレオンがモスクワまで攻めてきて、モスクワが衝動作戦で火の海になるっていう、このまま火の海になっちゃうんですね、モスクワはね。別にハレー彗星が影響しなくても、戦争でやけの,の原になるっていうことが、これから始まっていく予兆として、このハレー彗星をドルストイが描いたってことですね。ということです。えー、一応これで、えっ、ー、と、第6回目の読書会の範囲は全部解説しました。 最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。